どうしよう。お待たせ、ルビーちゃん。って、すごい本の山。海の生き物図鑑、動物の生態、昆虫のすべて、生き物の本ばっかりずら。ルビーちゃん、何があったの？次の宿題、自由研究で1年生は何かの生き物について調べることになってたでしょ。ルビー、すっかり忘れてて大ピンチなの。わー、花丸ちゃん、マルも完全に忘れてたずら。どうしよう、マルも何にもやってないよ。それだったらルビーと一緒に自由研究やらない？一人より二人の方が早くできると思うし。そうずらね、一緒にやるずら。やった。それじゃあ何について調べる？ルビー、まだそこも決められてないんだ。じゃあまずは何を調べるか決めようよ。ここにある本に何かいいものがないかな。あ、これこれってホタルさん？うん、どうかな。綺麗だし、調べたら面白そう。いいと思う。じゃあルビーたちはホタルさんについて調べていこう。とりあえずホタルについて図鑑で調べてみる？へー、一匹のホタルが光り出すと他のホタルも釣られて光るのか。面白いずら。あ、こっちのページにはホタルの生態について載ってるずら。何？ここ見て、花丸ちゃん。わあ、ホタルって光ってない時はこういう姿をしてるんだね。知らなかったずら。ホタルさんの姿、自由研究にまとめるとしたらどうすればいいかな。文字だけだと伝わりづらいよね。それじゃあホタルの写真を撮りに行かない？確かに、写真があるとわかりやすいね。でもホタルさんってどこで見られるのかな。マルも全然知らないずら。図鑑に載ってないかな。あ、ここ見て、ルビーちゃん。なに？あ、ホタルさんの飛ぶ季節について。あ、もうすぐ終わっちゃう。どうしよう、早くホタルのいるところを見つけないと写真が撮れなくなっちゃうずら。急いで探しに行かないと。でもホタルさんってどこを探せば。